ペコです。ピンクラテ DB 始まるよ、イエイ。はい、今回は初のペコのナイトルーティーンを紹介していきたいと思います。あまり皆さんには見せたことのないペコのナイトルーティーンを細かく紹介していきたいなと思います。スキンケアとかヘアケアとかマッサージ法とかあるので、ぜひ最後まで見て参考にしていただけたら嬉しいなと思います。ネイルはどうぞ。お風呂上がったので髪を乾かしていきたいと思います。髪を乾かす前に大体子はいつもこちらのミジャンセンのパーフェクトセラムを髪に2プッシュくらい取って、こう手ぐしとかで全体に揉み込んでから乾かすようにしています。これをやるだけで翌日とか乾かし終わった後の髪の軽やかさとかサラサラ度が全然違うので、ぜひやってみてほしいです。こんな感じで全体に濡れたら櫛で乾かします。できたので乾かします。髪の毛が乾かし終わりました。と今からスキンケアやっていくんですけど、いつもつけてる通りクロミちゃん4体、まあ、本当は6体いるんですけど、この子だけ向きが逆なんですけど、これを前髪留めに使っていきます。こんな感じでできたので、ではスキンケア紹介します。最初に結構このオートムーゲの拭き取り化粧水で顔の洗顔とかで残っちゃった洗顔料とかをしっかり落とすために、ではコットンに取って入れていきます。しっかり全体に拭き取ってあげてください。続いて冬なので保湿するためにこちらの雪肌精のクリアウェルネスの化粧水をですね、手に取ってなじませます。乾燥肌の人はすごいこれおすすめで、わずかな量でもすごく保湿してくれるので、冬とか乾燥肌の人にはぜひぜひぜひっていう感じです。はい、続いてこちら雪肌精のクリアウェルネスハイドレティングジェルというジェルをですね塗ります。これなんか手で取って顔全体にっていう感じです。でここで少しマッサージを加えます。そしたらこちらのフェイスローラー、コロコロで適当にコロコロしていきます。この肌は GU で去年になんか気分転換で買っていたものです。リンゴの柄になってて、この襟型タイプがいつもはなんか T シャツズボンみたいな感じで結構ラフな服装パジャマが多いので、たまにはこういう感じの女の子っぽいパジャマを買ってみました。なんか身が溜まってるなって思う場所をすごいずっとコロ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 って感じ上げていく感じでやるとリフトアップされるので、上げていく感じでこう、ここに溜まったものを手で首まで流して、またローラーで首元を流す。では少し首をストレッチ。はい、これでスキンケアは終わりです。髪ちゃんを外します。はい、スキンケアは終わりです。今エコはクリアウェルネスラインナップという化粧水とジェルを使っていて、あとは夏になったらさっぱり系の乳液とかを使うようにしています。ぜひ参考にしてくれたら嬉しいです。続いて歯磨きしていきます。はい、歯磨きも終わりました。歯磨きは普通に歯を磨くって感じなんですけど、歯磨き粉は特にこだわりはないんですけど、結構ハーブの匂いとかシトラスの匂いとかがするやつが好きなので、そういう系の歯磨き粉を使うようにしています。では続いて足とかのマッサージしていきます。はい、お風呂を髪乾かして
スキンケア、顔のマッサージが終わったので、次は体のマッサージに入りたいと思います。だいたい体のマッサージをするときは、こちらのひめかちゃんに誕生日プレゼントにもらったアロマディフューザーを炊いています。そう。エコが無印で買ったオレンジの香りのアロマを入れて、いい匂いを楽しんでいます。まず、お茶を一杯飲みます。麦茶派です。マッサージするときは、普段 YouTube を見ながらしています。オイルはこれです。グレーラ、ラベンダーオイル。足を使った感じがするので、足をマッサージします。寝る時間は12時半とか12時で、起きる時間は早いときは5時半で、遅いときは7時で、だいたいいつもは6時って感じなんですけど、6時に起きて、アラーム設定して、リビング行って、ソファーで寝て、結局7時みたいな感じで、間に合わないって感じ。だから、早寝早起き、もっと早く10時半とか9時とかに寝て、めちゃくちゃ朝スッキリみたいな感じで授業もしっかり受けるみたいな、生活ルーティーンにしたいなって思ってるんです。待ってます。やります。こっちがちょっとピンク色、血色が悪いんです。こっちは黄色っぽく生き生きとした足になりました。夜は YouTube を見てマッサージとかするんですけど、朝はなんか目覚めのために音楽を家を出るまでずっと聴いて、テンション上げって感じでずっと音楽を聴いて朝は過ごして、夜は YouTube を少し見てって感じで、始まりと終わりって感じ。両端が終わったんです。なので、少しだけ、もう本当に最近硬いので、ストレッチしっかり、もうベタってつくくらいになるまで、頑張ります。足が柔らかいと、よく見にくいようなので、頑張って、お風呂上がりは本当だ、いいんですけど、ストレッチは、毎日継続して、いつかはもうベターベターみたいな感じで作るような柔軟性も欲しいなって思ってます。よし。OK。じゃあ、次、GO! 本当に最後にリップを保湿して、おやすみって感じです。それも鏡がとても可愛いんですよ。にアピーチがいて、ここのボタンを押したら本当は光るんですけど、今、ちょっと充電がなくて、光らないんですけど。寝てる間に喉とか唇とか乾燥しちゃうので入ります。朝唇がガサガサしないし、少しこれ色ついてるんですよ。だから学校とかにも少しだけしてて、血色感みたいなのも出ると思います。はい、では寝に行きます。エコのナイトルーティーンいかがだったでしょうか。皆さんにスキンケアとかヘアケアとかいろいろお伝えできたかなと思うので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。私はもう寝たいと思います。おやすみなさい。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。バイバーイ。おやすみなさい。